今私はソフィア生態アカデミーの前にいます。ここがソフィア生態アカデミーです。駒込駅から徒歩30秒の今授業をしています。はい、ソフィア生態アカデミー学院長の谷口先生です。来てほしい人は熱心だよ。あ、そうですよね。目標が高い人、あれですね、遊びに来る人じゃない。あ、そうですね、遊び半分ではなくちゃんと学びたい気持ちがある人ということで、まあ、遊び半分で何十万出さないと思うんですけど、まあ、まあ気持ちがはっきりしてる人ってことですね。やる気があって。何人か言ってるんですか。花澤はどうでしょうか、講師アシスタントとして。まあいいと思いますけど、あとはちゃんと一人の時というか、僕いない時もちゃんと教えてもらってるので、はい、頑張ってくれてると。ありがとうございます。すごく雰囲気が良くて、谷口先生がすごくいろんなことを知っているので、いろんな主義がいつもすごく勉強になりますし、教える側になることでこうちゃんとこう入ってくるというか、今まで無意識にやってたようなこととかも具体的にどういう目的でとか、どういうことに注意したらうまくできるとか、逆にどういうふうにやったら失敗っていうことが分かったり、でまたその自分だったらできるのできないってなった時に、その人と自分とどこが違うかとか、その人だったらどういうふうにやったらやりやすいのかとか考えたりして、言葉で教えられるように頑張ってるところです。はい、真面目なことを言ってていいんですか。真面目にやってますよ、だって。いや、今こう真面目なことも、はい、意外に真面目なことってなんかもっとふざけたこと言うと思ったんですか。あ、でもすごくいろんなことが喋れる雰囲気なので、堅苦しくならずに結構いろんな話を皆さんとできていて楽しいです。はい、谷口先生もあんまり怒ったりしないので結構突っ込んだ話も気さくに対応してくださるので、どうしてでしょうかねとか、どうしたらいいですかねとかいうのも聞けるので、もう開業してる方でも役に立つことが教われると思いますし、もちろん全然経験がない方も勉強、もちろん勉強になるしで、いろんな方がに対応できる学校だと思います。ありがとうございます。はい、生徒さんに望むことは何でしょうか。あ、どうですかね、素直な人がありがたいですけど年齢層とかは全然、ないので、ないですよね。本当に10代の方から50代、60代の方まで、気持ちが、学ぶ気持ちがあればそれこそで、別にお店やるとかじゃなくて、個人的に友達だったり家族だったり癒したいっていう気持ちの人でもいいですし、本当にビジネスでやりたいんだという方でもいいですし、あんまりこうちょっとこだわりが強くて、
こう言われたことをいやこれでやってるんでっていう方だと教えにくいので、まあ、なるべくあのその辺柔軟に、聞く気がある方だと嬉しいです初心者でそういうあのこだわる人いるんですか？あのなんかもう経験があっていらっしゃる方とかだと自分はこれでやりやすいんでとかっていう感じだと困りますのでまあなるべく、まあ、素直な方の方がありがたいかなって思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、いえいえ、お疲れ様僕も顔 NG で。え、おかしくないですか？大丈夫ですよ。問題ないです。ですか今5ヶ月やって。そうですね、最初の頃はねちょっとな30分もできなかったぐらい姿勢も悪くて、はあ、なんかね、体重の使い方とか、ね、上手にできなかった。今はね、はい、全然1時間2時間やってもあの腰も全然痛くないし、ね、体重移動とかちゃんとできるようになってね、まあ、まだまだですけど。谷口先生はどうですか？谷口先生はね面白いですね花澤はどうですか？花先生も面白いです。あ、そうですか。面白いです。あと、いつもくねくねしてます。私くねくねしてますからね。イメージですけど、柔軟体操してるイメージ。あ、そうなんですね。ソフィア、人に聞かれたら、どういう学校だよっていうの話しますかね。そうですね。やっぱアットホームな感じですかね。あ、そうですね。みんなね、仲良くやってますからね。そうですね。他の学校よりもそこはもう全然仲がいいと思います。そうですよ ね、 ですね。もう言えば言っただけ、ね、要求すれば要求しただけ教えてもらえると思うんで、そう、ね、なんか他の学校では、ね、絶対やらないようなことも ね、うん、ね、なんか言えば教えてくれますし、ね、割とみんな自由に自分で研究したりも、ね、うんうん、それもそうですね、してるんでね、うんうん、そうですね。主義が豊富なところと、学費が安いところと、そうですね、学費も安いです、ね、アットホームなところがいいところかなって感じですね、そうですね、はい、ありがとうございます、はい。いつ学校に入られたんですか？去年の1月ですね。おお、どうですか、ソフィア入って。そのゆるさが私に合ってますそうですねいろんなことを教えてもらうのがためにはやっぱりです。やっぱりアシスタントの先生がすごく、はい、いいなって、はい、あ、そうですか、はい、皆さん、それぞれ全部タイプが違う。あ、そうですよね、やっぱり経験豊富な方たちが多いので、はい。学校に入った目的は何だったんですか？やはり生態をしっかり見たいなと思って、うんうん、で働きながらなので、うんうん、ちょっと自由に通えるかな。あ、ゆるく自由に自由すぎてでもやっぱり助かります、そういった意味は、そうですね、はい、もうちょっと少し学校以外の人に、お、はい、充実させていただいて、分からないところの先生もそろったりしながら。評判はどうですか？なかなか、そうですよね、はい、気持ちいいと。入られたきっかけは何でしょうか？生態を細かく学びたいからです。はい、和やかで、うん、和気あいあいしてる感じ。そうですね、なので、そうですね、はい、多分他の学校よりは、うん、多分私は通いやすいかなと思います。なるほど、ありがとうございます。ちょっとこれ無視して
骨模型は私が学校に5000円で売りました。肩こりが書いてあるように肩こりっていうのは肩甲骨の動きが悪くなる。とまあ等しい。まずい。ということは肩甲骨っていうのはここですね。こことつながる。でずっとこうやってこうして、ここはついてないです。スライドしてるもんね。スライドしてるもんね。もうちょいスライドしてるもんね。こう来てるもんね。あ、そうそうそう。今の方行きます。あ、すげえ来ます。スライドが重くなんかもっとめくるのかな。あ、でも実際セミナーで先生実際もめくってないですね。もし UR 駒込6階ソフィア生態アカデミーです。